J リーグアウォードを行います。本日はお忙しい中、また御堂畔でブラックタイというご無理なお願いをした中、これだけ多くの皆様がご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日のこの賞が受賞者にとってこの1年の締めくくりの賞であるばかりでなく、来年の大きな飛躍を約束する賞であることを願って、簡単ではありますけれども開会のご挨拶をさせていただきます。どうかごゆっくりと表彰式をお楽しみください。どうもありがとうございました。本当に、このような素晴らしい場で、僕のような、こんな、監督がですね、表彰されるとは思ってもいません。ですから本当にこの賞は、私というよりも本当に読売ヴェルディの、みんながもらえた賞だと思って、受け取っていきたいと思います。一生に一度しかもらえないこのような新人賞をいただき、本当に嬉しく思います。来シーズンもまたこのような賞が取れるように頑張りたいと思います。ラモン・ディアス選手。Buenas noches a todos los presentes. Tengo que decir muchas gracias. 最初に私に日本でプレーするチャンスを与えてくれた横浜マリノスのクラブ関係者、そして選手の皆さんに感謝いたします。どうも今日は本当にありがとうございます。とりあえず今年 J リーグ元年ということで、本当に来シーズン通して全試合にも数値出場することができて、満足するシーズンだったと思います。これから先にまた本当に日本のサッカーのために頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本当に今日はどうもありがとうございました。